皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、超雷神さん、28日、埼玉スーパーアリーナ。ボクシング元世界6階級制覇王者のマニーパッキャオとボクシングに準じたルールで3分3ラウンド打ち合い判定なしのドローで終えたアンポルキアが、今後について語った。従前から長い期間をかけてボクシングのトレーニングを続けてきていたというアンポは、 鈴木千尋の負傷欠場で急遽巡ってきたチャンスで名を打った。次からは何で行きますみたいなのは特にないんですけどとした安保は、今回の大歓声に正直に嬉しいと感謝をした。その上で、どの競技を選ぼうと俺は世界チャンピオンになるっていうのは決めてるんで。それを今から模索していこうかなという状況ですかねと今後を探っていく考えを示した。 大会終了後に行われた榊原 CEO の総括では、パッキャオ陣営から、うちに来てトレーニングしたら世界チャンピオンになれると言われていたと明かした。リップサービスかもしれないですけど特徴しながらではあったが、ここまでのボクシングトレーニングを称えた榊原氏はプロボクサーへ転向を進めたいなと思っていますと冗談めかしつつ語った。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。 また次回お会いしましょう。